こんにちは。アクシスという会社の代表をやっている多田翼です。今回の話は仕事術についてです。相手の期待を超え続ける仕事のやり方をご紹介できればと思っています。で、この内容からわかることは、最初に背景を説明するんですけれども、あるベンチャー企業での全社 MVP 賞を取り上げて紹介します。で、後半は本題に入っていくんですけれども、MVP の理由から考えさせられたことで、具体的にそれが相手の期待を超え続ける仕事術についてです。で、今回の内容を見たり聞いていただきたいなと思っている方は、ビジネスパーソンなんですけれども、具体的にはですね、仕事で活躍したいとか、もっと成果を出したいと思っている、こう成長欲求の高い方、こんな方には参考になればと思っています。で、他には相手の期待を超え続ける仕事のやり方ってどういうふうにやるのかなと興味を持った方にも何か少しでもお役に立てればと思っています。はい。で、最初に今回の背景を簡単に共有させてください。あるベンチャー企業での2021年の上期アワードで全社 MVP 賞の発表と受賞式に参加しました。で、印象的だったのは MVP のその MVP 賞に輝いた方についての、受賞理由、これは社長からあったんですけれども、その理由が常に周りからの期待に応えて、それも期待通りではなくて、常に期待を超えて事業とか、もっと言うと経営へのインパクトが大きかったとのことだったんです。まあ、この MVP 受賞の決定の選考においては満場一致だったそうです。で、この MVP の理由である相手の期待を超え続けるって私自身も大切にしたいことなんです。というのも仕事で成果を出すとは突き詰めると相手の期待を超えることだと思うんですね。で、私が思うプロフェッショナルな人って、お客さんとか、あるいは一緒に働く人からの期待を常に超え続ける人なんです。で、これ言葉にするとシンプルなんですけれども、実際にできるかというと、まあ、そう簡単ではないんですよね。では、相手の期待を超えるためにはどうすればいいんでしょうか。はい。で、相手の期待を超え続けるためには、私は大きく2つのステップがあると思っていて、1つ目が相手からの期待をまず理解することです。二つ目が期待を分解してどう満たすかというのを見極めていきます。はい。では順番に見ていきましょう。最初のステップが相手からの期待を理解することです。で、ここで前提として押さえておきたいことがあって、それは期待を超えたかどうかを判断するのはあくまで相手なんです。決して自分ではないんですね。で、事前に相手が持っている期待に対して、それと比べて期待通りか、あるいは期待を超えたかっていうのは相手が判断するんです。で、だからこそ大事なのは、まずはそもそもの相手からの期待を把握することからです。で、ここで言っている相手とは、一緒に働く人なら上司や同僚、あるいは他部署の関係者だし、社会なら取引先とかお客さんです。まあ、彼ら彼女らが自分について、まあ、あなたご自身にどんな期待をしているのかを知ることが、期待を超えるための第一歩です。はい。ここまでがステップ1、相手からの期待を理解することです。で、その次にあるステップ2というのが、期待を分解してどう満たすかを見極めます。で、自分への期待といってもまだ漠然としているんです。で、こういう時、こう曖昧な時というのは分解してみるとよくて、大きくは期待の分解をしていくと3つになります。1つ目が品質、2つ目がスピードとかスケジュール感です。3つ目がかける時間とか予算です。で、今の期待の分解の3つですね、これを順番に補足していくと、1つ目の品質というのは、あなたが作る仕事での成果物への完成度です。まあ、どれぐらいの仕上がり度合いなのか、まあ、スペックとか機能も含めてですね、これらへの期待、これが品質の一つ目の分解です。二つ目の期待の要素がスピード感とかスケジュールなんですね。まあ、いつまでに必要なのかという期待です。まあ、よくなる早でお願いって言われることないでしょうか。で、このなる早って分かりやすいがゆえに結構罪深い言葉だと思っていて、なる早って相手が思うなる早って全然変わるんですね。本当に今日中に、もしくは午前中に昼までに欲しいのか、なる早といっても実は3日間ぐらい猶予があるのかって、よくよく掘り下げてみると、その認識って相手とずれている場合があるので、例えばこのなる早という言葉一つにとっても具体的にいつまでを指しているのかというスピード感への期待、これを理解しておくといいです。これが期待の分解の2つ目です。はい。3つ目の分解した期待の要素が時間とか予算ですね。どれぐらいかけるかです。で、要するにこれはどれぐらいのリソースをかけるかなんですね。で、結果へのプロセスとも言えるんですが、結果さえ出してくれれば手段やプロセスは問わないという場合もあるんですが、まあ、そういう場合を除いて、いくら完成度への期待を超えて期日を守ったとしても、
まあ、その間のプロセスとして、そうですね、残業を続けて時間をめちゃめちゃいっぱい使うとか、想定以上のお金、予算を使ってということでは期待通りとは言えないんですね。まあ、このようにかけるリソースに関してもどれぐらい相手が期待にしているのかという見極める。以上の3つ、品質への期待、スピード感への期待、そしてかけるリソースの期待、この3つを分解しながら見極めていくといいです。で、改めて今の3つ、もう一度言うと、品質、スピード、リソースなんですけれども、これらって、トレードオフなんですね。例えば、品質を重視するなら、それだけかける時間は多くなりがちですし、その分だけスケジュールも後ろになるんですよね。で、一方でスピードを重視するなら、時には品質には多少目をつむるっていうこともあるでしょう。で、こういう3つには、相反するような状況って起こるんですね。つまりトレードオフといったのがまあそのままなんですけれども、品質とスピードとかけるリソースをすべて、最高にする。具体的には品質は最も高くて、スピードは速くて、かけるリソースは最小って、これは理想なんですけれども、なかなかそうはいかなくて、相反するような状況になるんですよ。で、たとえそのような場合でも、相手の期待に最適解を見出して常に超え続けられる人、これがプロフェッショナルだと思っていて、で、今回の話の背景として挙げた、あるベンチャー企業での受賞式、MVP 受賞式に話を戻すと、その、期待を常に超え続けられたという、その受賞者の方は、常にそれを高いレベルで実現できた、体現できたからこそ、まあ、前者でただ一人選ばれる MVP 賞を受賞できたわけなんです。で、このように相手の期待を超えるって、特に一回だけではなくて、常に超え続けられる人、超え続けられるというのは、まあ、決して簡単ではないんです。まあ、だからこそ、これは自分自身にも言いたいことなんですけれども、私自身も大切にしたいという仕事のやり方です。はい、そろそろクロージングです。今回は仕事術だったんですが、相手の期待を超え続けるためにはどうすればいいのかという内容、方法を掘り下げました。まあ、最後に簡単に内容をまとめて振り返っておきましょう。相手の期待を常に超え続けるためには大きく2つのステップがありました。1つ目が、まずはそもそもの相手からの期待を理解することです。2つ目が、期待を分解していって、どう満たすかを見極めていきます。で、1つ目の相手のからの期待の理解というのは、まあ、前提としてあるのが、期待を超えたかどうかを判断するのはあくまで相手という考え方です。まあ、だからこそ、まずはそもそもの相手からの期待把握で、ここで言っている相手とは、一緒に働く人とか、社外なら取引先やお客です。で、次に、期待をどう満たすかなんですけれども、期待は3つに分解して考えていくといいです。まあ、品質、スピード、かけるリソース、まあ、時間とかお金です。で、この3つはトレードオフなので、時には3つで相反する状況になるんですが、まあ、だからこそその中で最適解を見出して、相手の期待を常に超え続けるということを目指していきたいと思っています。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは、10分で見分けるビジネスセンスです。これからも更新を続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。